もしもし？ゆか、どう？今荷物ばらしてたとこ。ごめんな、今日手伝えなくて。いいの。亮太こそお疲れ様。大変だったね。お葬式終わったの？ああ、さっき終わった。ばあちゃんは無事天国に登ってったよ。喪服のまま直行するわ。待ってる。こんにちは。何？どうしたの？マリコ姉さん、なんだって？引っ越し早々あんまり騒ぐなってうちの姉ちゃんさ、そういうとこだけ超真面目なの。妹だけこんないい部屋に引っ越してさ、妬んでんだよ姉ちゃんとお母さんこれから二人で暮らすんだろ。しかしさ、こんな最高の部屋がそんな家賃安いなんてさ、かなり怪しくない？絶対怪しい。だってさ、その場合してもおかしくないと思うし。そうだよね。さやか、大丈夫なの？いや、大丈夫って何が？これやがな、これや。ごめん、もしかして怒っちゃった？ごめん、悪い冗談だった。うん、違う。ごめんな。実はさ、その通りなんだよ。その通りって何よ？このマンションさ、出るって有名なんだ。出る？
そうなんだ。なんかね、このフロアのエレベーターホールに長い髪の着物を着た女の人が立ってるんだって。それでね、誰かがエレベーターの前に来るとその和服姿の女がこう言うの。ここは13階ですよね。それで、そうですよ、13階ですよって答えてエレベーターに乗ろうとすると、その女がいきなり、今度はこう言うの。私の目を大成功。なんだよ、広瀬が一番見てんじゃんっていう話をこの間テレビでやってたの。じゃんじゃん。なんだよ、もう何で見てくださいちょっと。まあ眺めはいいけど駅は遠いし、バスは便が少ないしね。このマンションって案外借り手がいないんだって、不動産屋の人が言ってた。びっくりした。ケンイチロウ、曲変えろよ。なんで？怖いよこの曲。こいつが一番ビビってるのな。バカじゃん。サマンソは？あ、トイレの方に行ったと思ったんだけど戻ってこないね。サマンサー、サマンサー、サマンサー、こんなとこで何やってんの。よいしょ。どうかしたの、サマンサ。ねえサヤカ、なんかここ変な匂いしない？ん？なんか匂うね。ね。何しよっか、ご飯。どこにいたの？和室。あ、さやか。え、こっち。さやか、何やってんのよ。さあ。
か？何やってんの？だって顔が潰れたら嫌でしょ？また落ちちゃったね。岩田くんも大変だったよね。いろいろ迷惑かけちゃってごめんね。みんなも傷つくよね、目の前であんなことね。自殺するなんて絶対ありえないですよ。さやかは絶対に自殺。ちょっとやめて。さやかね、じーっと見てたんですよ。下に降りたら俺のことじっと見て、
さん、いつまでそうしてるつもりなの。もうお母さん、ちょっとしっかりしてって。さやかが何で、さやかが、ちょっと何よ。マリコ、あんたいつもそうやって、さやかが死んで悲しくないの？何言ってんの。ひどいこと言わないでよ。悲しいに決まってるでしょ。じゃあどうして、どうしてあの子なの、なんであの子なの、どうしてここにいないのよ。しっかりして、しっかりして、お願いだから。さあ早く行かないと、みんな待たせたら悪いから。ありがとう。さやか、着いたらすぐに電話ちょうだいね。うん、じゃあバイバイ。さやか、なんであんなバカなことしたのよ。タバコは吸わないか。可愛いぬいぐるみだね。隣のお姉ちゃんからもらったの。
何これ。引っ越し予定表、その通りにやれば早く済むから。お姉ちゃんってさ、ほんとこういうとこだけは几帳面なんだよね。いい奥さんになるよ。やばい、お姉ちゃん泣く。何言ってんの、ほら泣いてる暇なんてないからね。ほらもう。こんなピアスしてたっけ。
こんちは。お母さんいないの？そう。何時頃帰ってくるか分かるかな。一人でお留守番なんだ。偉いな。そのクマさんのぬいぐるみ隣のお姉さんにもらったって言ってたよね。それいつだったか覚えてる？怖くないの？ん？隣の部屋怖くないの？どうして？隣に住んでる女の人はみんな死んじゃうんだよ。どうして？今日は部屋の荷物片付けないと。明日荷物引き上げるのに立ち会わなくちゃいけないし。そんなこと言ったって私も疲れてんの。あんまりわがまま言わないでよね、お母さん。うん、警察ももういいって。携帯返してくれた。そう、自殺だって断定されたのよ。じゃあね、眠んないとダメよ。何か言いたいことがあるの？さやか、ガラ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 、タッパキーだ、バンダボーだ、面白いよ、タバラロー、タバタバタ。
関東地方を中心に地震がありました。震源地は東京湾で、震源の深さは約70キロメートル。地震？地震の規模、マグニチュードは 4.8 と推定されます。各地の震度は以下の通りです。震度4、神奈川県。でしょ。それじゃあ鍵をお預かりします。お疲れ様でした。あの、はい、何か。いえ、ご迷惑をおかけしました。これ妹のじゃないんで捨てといてもらっていいですか。そのクマさん大事にしてね。それお姉さんの妹が大切にしてたクマさんなの。この子をくれたお姉さんはまだ隣にいるよ。どういう意味？
なたの妹さんで5年目です。ちょっと話長くなりますけどいいですか。住んでたんですか。そうです。杉内幸男が死んでから母親である杉内幸子の死体が和室の押し入れから出てきました。その死体は死後半年が経過していたんです。押し入れ。この親子の生活は悲惨なものでした。その後何冊か本が出たぐらいで、幸男はずっと母親に虐待されていたみたいなんです。あまり化粧気がないような人でしたね。とても静かな人で着ているものも質素でした。仕事が終わるといつもすぐに帰宅してましたよ。あまり人と関わるのは好きじゃなかったみたい。会社の飲み会とかイベントにも来なかったし、お母さんの面倒を見ていたなんて知らなかったな。お昼はいつもお母さんの手作りのお弁当を持ってきて屋上で一人で食べてましたね。仲の良い友達はいなかったと思います。彼氏？いや絶対にいなかったと思う。あ、でも急にピアスの穴を開けるって言ってみんなで驚いたことがある。その時だけは嬉しそうにしてたの覚えてます。母親は夫と別れてからかなり荒んだ生活を送っていたようですね。アルコール依存症だったらしい。酔うと手がつけられなくなり、最後は完全に狂気に陥って、娘の幸男をずっと虐待していたようです。食事もドッグフードを出されたりしてたらしい。ひどい。あの1303号室で母親の幸子を含めると6人死んでいます。わずか3年の間にです。偶然で片付けるにはあまりにも人が死にすぎて。緑川さん、妹さんが自殺をする可能性考えたことありますか。ありえません、絶対に。そうでしょうね。ベランダから落下して死んだ女性を全て自殺と考えるのは不自然すぎる。でも警察は自殺だと断定してましたよ。いずれも他殺、事故の証拠が全く出なかったんです。自殺と考えざるを得なかった、警察としては。妹の部屋で見つけたんですけど、妹のものではないと思いますので一応預けときます。はい。お母さん、お母さん何してんの。マリコ、さやか返してちょうだいよ。ちょっとお母さん話して。
あの子がね、あの部屋から寂しいよ、痛いよって呼ぶのよ。雨が降ってきたから寒いよって。だから毛布用意したの。これから行くの。あの部屋に行ってあげるの。母さん、お願い、もうやめて。お母さん、さやかはもういないの。死んだの。やだー、さやか返して、返して。お母さん、私がいるじゃない。どうして私を見てくれないの。私も傷ついてるのよ。私たちがどんなに嘆き悲しんでも、さやかはもう帰ってこないのよ。お前はいつだってそうなんだから。私のこと責めてばっかり。だから嫌いなんだよ、お前なんか。どうして、どうしてそんなこと言うの。ゆきよ、これがお母さんとゆきよの新しいお部屋よ。ただいま。
帰り。いいね、あんた楽しそうで。どういうこと？ちょっとお腹が痛くて。こないだもそんなこと言ってたよね。ふざけんじゃないよ！何ね？何やらないで！して遊ぼうか。なんだよそれは。へえ、親からもらった体に傷つけやがって。なんて親不幸な子だよ。
さん、冬さん、いるんでしょ、冬さん、冬さん、いるんでしょ、冬さん。杉内さん、家賃が半年分貯まっちゃった。あなたとお母さんには出てってもらわないとね。ほら、会社から立ち退き通告が出てるの。明後日には出てってもらわないと。どこに行けって言うんです。他に行くとこなんてないわ。ここだけが私とお母さんのいる場所なんです。ここに住みたければ家賃を払ってもらわなくちゃね。出て行かないって言うなら乱暴な手段を使ってでも追い出すと会社は言ってるんですよ。はい、金を稼ぐんならいろいろ方法があるでしょうに、ね。これで分かっただろう。立たずな娘だよ。お前なんか私がいなければここで生きていけないのさ。なんて惨めな子だろう。そんなことない。お母さんとここで静かに暮らせて私は幸せよ。もしもし。お姉ちゃん怖いよ。さやか、さやかなの？
母さん。お母さん。さやかのとこ。ちょっときついよね。きつい。でもうちら売り上げナンバーワンだって。マジ？マジ。店長おはしゃぎだもんね。よかった。まあ水着隊には負けるかなと思ったけど。まあね。やった、うん、ありがとう。はい、ありがとう。ねえねえ、今日の交流会行くっしょ？行く行く。6時からでしょ。うん。場所どこだっけ？え、待って、そうね、ブルーパレス平岡だって。え、どこかのお店じゃないの？マンションってなんか怪しくない？もう新しい人が入ってるんですか？そう、季節がちなんだけどね、夏の間海で働く学生さんたちのグループ。そうですか。まあね、少し早すぎるように思うんだけどね、会社としてもいつまでもね。あの女の子ですか？え、その学生さんたち。ああ、いや、男の子全員。そうですか。どうも、お待たせしてすいませんでした。あの部屋にもう新しい人が入ってましたね。ああ、ええ、あれはシーズン貸しでして、一時的に。あの部屋で何人も自殺してるんですよね、妹だけじゃなくて。いや、僕は聞いてないな。妹にそのこと知らせてなかったんですね。川上さん、あの例のパレスマンションの件、小林さんに電話しといてもらいました。あ、なんだっけ、壁紙の色。ああ、あ、電話しとく。お願いします。とにかく僕に言われても。そんなに人が死んでる部屋を黙って貸すなんてひどすぎませんか？Thank you.
こと言わないでよ。すごいな。杉内幸男の本読みました。ああそうですか。なんだか人事とは思えない部分がありました。私の母は父を亡くした直後からうつ病を患ってたんです。そうでしたか。私なりに母を必死に支えてきたつもりでしたけど、いつの頃からか折り合いが悪くなって、母は妹しか見ないようになったんです。だから妹がいなくなった今、私の家は、疲れちゃって、母のことを心配してきた時間があまりにも長すぎて、ごめんなさい。私何言ってんだよ。もういいんですよ。警察はどんな相談も乗るところですから。あ、そうだ、これ。そうです。こっちがあなたがあの部屋で拾ったもの、そしてこっちが杉内幸男の遺体についていたものです。やっぱり本に書いてありました。杉内幸男の遺体の耳にピアスの穴が裂けたような傷があったって。あと自殺した女性に共通点があったことをご存知ですか。何ですか。杉内幸男が死んだ後、あの1303号室に入った女性はみんな実家から初めて一人暮らしをしたものばかりだったんです。それが何か。いや、だからつまりそのあなたはお母様とまだご一緒に住んでらっしゃるから。大丈夫ですよ、私は飛び降りませんから。あ、いや、緑川さん、あのこのピアス私が預かってもいいですか。預かる。ええ、¿verdad?
どうかしましたか？え？いや、顔色悪いですよ。大丈夫です。もう一度マンション戻りますか？いえ、管理人さんにお願いしときましたから。それに、あの部屋にはもう人が住んでるみたいなので。もう、家に戻ってきてるかもしれませんし。お母様の方はこちらでも探しておきます。でもまあ、一度戻った方がいいかもしれませんね。はい、そうします。桜井さん、すみませんでした。あなたも大変だ。3階のベランダから3人とも転落した模様。これ何してるの？
どうして、どうして妹を殺したのよ。妹に、ここであなたが殺した子たちにどんな罪があるっていうのよ。私のピアス。ユキオ、もうやめて。この部屋は
あなたとお母さんの部屋は私が守ってあげるから。嘘だ。本当よ。私がここに住む、私の母親と一緒に、それならいいでしょ。ユキオ、あなたは私の妹よ。緑川さん、緑川さん、姉ちゃん、最悪。緑川さん、